はい、皆さんこんにちは。スタジオマリさんです。いつも私のチャンネルを見てくださってありがとうございます。本日からですね、ちょっとね、小屋建ててみたいなと思ってですね、ちょっとね、いろいろ調べてみたんですね。なのでちょっとそれをね、シェアしてみたいと思います。はい、でですね、まずね、小屋を建てるっていうので、まずね、どこに建てるかですね。はい、で、まずですね、考えたのが山ですね。山ね、1個買えばですね、木はたくさんあるし、場所もあるしみたいな、なんならそこにね、川が通ってたら、川のせせらぎとかね、思ってたんですけどね、ちょっと考えがね、甘かったですね。なんとですね、森林法っていうのがね、出てきたんですよ。でしかもね、保安林なんかにね、指定されてたら、もうね、もはや何ができるのかなっていうね、まあちょっとね、調べたって、素人でね、ちょっと調べたぐらいで、あの、いろいろ出てきたのでね、これはちょっと難しいなと思ったんですね。で、そもそも、木をね、1本切るだけでもですね、届け出がいるって書いてあったんですね。伐採には届け出を出しましょうって書いてあったんですね。もうね、なんか山持ってたら、なんちゅうの、もうこれは自分の木じゃけ、勝手に切ってもえかろうみたいな、なんかね、そんな感じで思ってたんですけどね、ダメですね。本当、もう法律がね、ありました。で、そもそも手軽な山がですね、近くにないんですね。それも一つのね、理由だったんですけどね。まあ、小屋を建てるためにですね、わざわざ車でね、そこまで行かんやけん、偉いといいですね。近くにないですからね。なので、ちょっと現実的ではないなと思いました。なのでちょっとね、山は却下ですね。はい、で次はですね、家のね、庭にね、建てるっていうやつですね。で、まあね、10平米以下はね、増築でね、建築確認不要とかね、不要じゃないとかね、まあいろいろあるんですけどね、まあそのなりでね、建築確認がね、いらんぐらいでね、建てれたらね、まあええかないうのがね、ありましたけどね、まあその辺の詳しいことはね、専門家の方にね、ちょっと聞いてほしいんですけど、で、まあ結論からね、言いますとね、そんなにね、庭はないですっていうか、庭がないですので、これもね、却下ですね。はい、で、次にね、考えたのがですね、畑や田んぼにね、小屋を建てちゃろうというやつですね。で、ここでね、重要なのがですね、畑やね、田んぼに建物はね、建てれませんので、まずですね、農地転用っていうやつをね、しないといけないんですね。地目っていうやつがですね、今農地に、ね、なってる場合ですね、そこにね、建物はね、建てれません。で、建てれるのは宅地っていうやつにしないといけないんですけど、それ何やったらええか言うたらですね、農地をね、転用しないといけないんですね。農地転用というね、やつですね。で、農地転用をして、で宅地にして、で、建物を建てるやつですね。まあ、もちろんですね、申請してそれが通ったらの話なんですけどね。で、そのね、申請するのにですね、農地法のね、4条5条いうのがね、またね、出てくるんですね。で、4条いうのはですね、自分の持っている、畑や田んぼをですね、転用して、でその先ね、自分が使うね、場合は4条の申請になりますね。で、5条いうのは他の人が持っている畑や田んぼを転用させてもらって、その先、自分が使ういうことですね。借りるいうことになるんですけどね。なので、それによってですね、申請するね、4条5条でね、ちょっと違ういうことですね。はい、で、農業委員会にね、事前相談にね、行ったり、そんなことをしながら自分でね、できるかなと思ってたんですけどね、結構ね、ちょっとなんかややこしそうだったので、もうね、行政書士のね、先生にね、相談して、そういう感じの方がね、スムーズにいくかなと思ってね、思っておりますね。その方がすんなり転用がいくような気がしますね。はい、はい、それでね、そのあたりのことがね、クリアね、できるかないう感じ
で、まあ立てれるいうことなんですけどね。ほんでですね、まあ、どういうのをね、どういう建物をね建てるかいうことですね。で結局ね、建築確認がいるかいらんかいうのもね結構ね重要になってくるので、まあ言うてね、基本的にはいると思ってた方がねいいと思いますね、うん、なので次はね、どういう建物にするかいうところをねちょっとね、考えていきたいなと思います。はい、まあ、今日はねそれぐらいでね、終わろうかなと思いますね。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。